なんだ、後ろから来ただと。唯一の通路を塞いでたってのに、おかしなこともあるもんだ。こいつ、意表をつかれたはずなのに、ずいぶん余裕ね。その辺の連中とは、踏んできた場数が違うからな。この奥へ進まれたとあっちゃ、海軍の名折れ。ここで止めるぞ。じゃあ、止めてみろ。ドスフルールグラフ。やるな。サンダーボルトレンボー。俺がゴムゴムのバズーカ。やったな。あら、なんだか増えた気がするわ。たまらんな。ウルトラクリア。きっちり型をつけるとするか。三刀流奥義参戦世界。これからな。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのピストル。全員ぶっ飛ばして、海賊を少し強くなっ。この下は何があるの？さあ、わかんねえ。行ってみりゃわかるって。そういえばチョッパー、ジョロのダメに効く薬はできたの？まだだ。でも俺、諦めないぞ。お前ら、行くぞ。何この厳重な扉。ちょっとやそっとじゃ飽きそうにないわね。よし、またギアサードでぶっ壊すから離れてろ。またってことは、前もこじ開けたのね、あんた。ルフィらしいわ。でも今回はその方法じゃ無理かもしれないわね。ギアサード。どうやってやるんだっけな。どうやらまだその力は取り戻せてないみたいね。やっぱり別の方法を考えるのが良さそうね。それじゃあ別の技を試してみるか。ちょっとまずはこじ開けることから頭を離しなさいよ。見つけたぞ、麦わらの一味だ。
おとなしく投降しろ。お前たちに逃げ場などない。仕方ねえ、こいつらを片付けるのが先だな。ヒヒ、かかってこい。やっと俺の出番か。ムートンショット。効かねえな。いけるか。ゴムゴムのガソリンだ。これか。よし、行くか。そっちか。立ち起き。まずいわね、こいつ強いわ。ザンダーボルトレンボー。これからだ。たまらんな。いって、ゴムゴムのバズーカ。これからだ。シッシッシ、ちょっとこたまらんな。その程度だ。そっちか。鬼。これからだ。行くわよ、サイクロンテンポ。これからだ。鬼。これからだ。まだ行くぞ。俺に任せろ。マナーがなってねえな。あの地獄の2年間に。なかなかやるな。だが我々を倒そうとも鍵がないお前らはすでに袋のネズミだ。鍵？もしかしてこれのこと？貴様、いつの間に。だが、それが四方の塔へと続く通路の扉の鍵だとは分かるまい。あら、この鍵がそこの扉の鍵なのね。なぜそれが分かった。さすがだな。しかし、鍵はあと2つ必要だとは気がつくまい。よくしゃべるおっさんだな。そしてそのうち一本が給仕室に隠されていることなどお前らごときでは見当もつくまい。お前もうしゃべらない方がいいんじゃねえか。この鍵以外にあと2本、全部で3本集めればいいのね。なぜそれがわかった。お前らは一体。いろいろ教えてくれてありがとな。な、そうか。心を読む悪魔のみか。抜かった、抜かったのだ。どうやらただのアホだったようだな。それじゃ、ひとまず給仕室に戻るわよ。よし、行くぞ。行くぞ。
滑り台みたいでちょっと怖えな。いや、へい。さっき聞いた給仕室ってここでいいのよね。どこだ鍵。敵の匂いだ。誰かいるぞ。ああ、覚えがあるぜ、この殺気。お前たちにも困ったもんじゃ。
こんな場所まで攻め込まれてはわしらの立つ瀬がないわい。お主らの首を持って失態を帳消しとさせてもらおうかの。なんだそれ。な、何がおかしいんじゃ。見せてやる、生まれ変わったわしの。やっぱ面白いな、あいつの見た目。貴様、見せてやる、キリンという野生の底力をの。よし、行くか。タツノキ。その程度か。サンダーボルトランポン。ムートンシャット。俺が。ギアセカンド。このゴムのジェットピストル。たまらんな。やっべ。わしは最高のプロ。勝ち抜き。やりやがったな。おいお前、おろしちまうぞ。ムートンシャット。俺からだ。その程度だ。ゴムゴムのピスト。乱曲ネジ白人。早く回復しなきゃ。いくわよ、サイクロンテンポ。どうした。来い、乱曲ネジ白人。悪い、助かっ。切り替えがありそうだ。鬼くっそ。サンダーボルトレッド。俺がやる。ごめん、あとはお願い。バースカート。乱曲ネジ白人。よっと。えちちちちち。行くぞ。おにぎり。えちちちちち。ゴムゴムのピストル。やっ、金を。レディーにはこの特別な一皿だ。助かるわ、サンジ君。いやいや、男として当然です。ミラージュ。なかなか乱曲ネジ白人。聞いたぞ。えちちちちち。キキ中刀流。よし。
ちだ。一無銀。まだまだじゃ。わしは乱曲ネジ白人。いってぶっ飛ぶ。俺に任せろ。これでどうだ。舐めないでね。こう見えてなかなかやる。ミラージュ。危機急騰流アシュラ一無銀。まいったわい。ここまで可能。頭が高え。てめえはそこでおとなしく倒れてろ。よっしゃ、力が戻ってきたな。あたしのせい。タク、何をしている。もう侵入者は仕留めたのか。タク、タク、どうした。返答しろ。あ、お前誰だ。誰だという貴様こそ誰だ。まあお前が誰でもいいや。仲間は返してもらうぞ。だから誰だ貴様。まさか貴様、麦わらのルフィだな。返事をしろ麦わら。ちくしょう、なんてこって。こんなところまで海賊に踏み込まれるとは。おい、全員落としろ CP9。 てめえら一体何やってんで。海賊が一匹ここへ来たぞ。聞いてんのか。おい、返事ぐらいしやがれ。すぐに出ろって言ってんだ。ゴールデン。おい、チキシュー、しまった。ああ、こっちだ。コデンデムシは。なんてことを。うっかりした。よりによってゴールデンデンデムシを押しちまった。よりによってバスターゴールをかけちまった。なんだ今の放送は。バスターゴールだと。それに麦わらと言ってたな。やっぱり来てくれたのか。アルビー、政府の施設。それもこんな場所まで海賊が来たってのか。仲間のために。アンちゃん、いい仲間を持ってんな。泣いてる場合じゃねえよ。今のうち逃げねえと。とりあえずここからの脱出だな。まあどこかに出口があるはずだ。よっと。案外簡単に出れたじゃねえか。こっちは二人しかいねえんだ。敵に見つからねえように進もうぜ。ここにあんの。
海兵が嫌がんのか。こっちは俺たちが捕まってた牢屋の正面じゃねえか。逃げるなら上だが、まいってね。階段はどこにあるんだ。けど頼む、こっちで会っててくれ。全く止められねえ脳なしの兵士など死んだ方がマシなんだバーガル。しまった、通話中になって。今の会話続けか。そんなわけで俺の名は麦わらのルフィだ。やべえな、マジで急がねえと。よっと、急げよフランキー、とにかく上だ。があるじゃねえか。操作は俺様に任せとけ。しまった、道が切れてる。これじゃ先には進めねえ。兄ちゃん、ここは俺に任せとけ。とくと見よ、この即興空間階段作り。フランキースカイウォーク。おお、すげえなフランキー。ああ、この角度もう少し。そんな場合か。何が起こってるんだ。バスターコールだ。ルフィたちと合流して急いで逃げねえと。落ち着け兄ちゃん。そのバスターってのは何なんだ。落ち着いてられるかよ。バスターコールってのはな、攻撃対象を島ごと消ししまう海軍艦隊の一斉砲撃だ。早くこの島から離れねえとみんな死んじまう。バカな、ここは政府の施設だぜ。どうして海軍が。
一遍発令しちまうと場所なんか関係ねえんだ。見境なしってことか。やべえ話だな。出ちまった。海軍艦が何隻やがる。とにかくルフィたちと合流しねえと。フランキー、気抜いてる場合じゃねえ。ついてこい。もうウソップたちはどこにいるのよ。全然見つからないじゃない。きっと上に逃げたんだわ。私たちも水に飲まれる前に行きましょう。でかくなってきやがった。はい、おい、俺に捕まれ。このまま一気に上まで行くぞ。あまりなさそうね。おっとっと。落ち着け。ここはまだ大丈夫だ。完全に水没したわ。ギズギズすんな。ここだって安全とは限らねえ。分かってる。行き止まりだ。別のルートを探しましょう。ねえ、あの二人は本当に大丈夫なの？ああ、心配すんな、リム。ウソップとフランキーなら絶対平気だ。そう、二人のこと信じているのね。でも、どうしてそこまで。行くぞ野郎ども。